横田高松は、戦国時代の武将、海、武田氏の家臣、武田の御名臣の一人。紅葉軍艦によれば、高松は、もともとは、大見国甲賀軍の出身で、佐々木氏の一族で、六角氏の家臣であったとされる。同書においては、時期や事情は不明であるが、武田信虎の第二海国に入り、武田氏に仕えたとし、弓矢豪舎で、 足軽大将として、あまり虎安の藍染へとなり、各地で先行を挙げたという。確実な記録においては、春の武器に本格化した、品の信仰において活躍が見られ、天文15年8月の品の国作軍、芝城攻めにおいて、関東官令の上杉の政が派遣した後詰の、軍勢を撃退したという。翌天文17年2月14日の上田原の、 戦いで、板垣信方、あまり虎安の領縮小を失った信玄は、劣勢を挽回するべく、天文19年9月9日に、品濃村上氏の拠点である都市市場を包囲した。高松も参戦して、攻撃を開始するが、難攻不落の様相を呈する天然の溶害に手を焼き、武田軍はやむなく退却を始めるが、ここで、村上軍が退却する。 武田軍に襲いかかり大混乱に陥る。世に言う、と石崩れであるが、高松は混乱する自軍を伝軍として支えて、村上軍を一手に引き受けて戦死する。その死は信玄を嘆かせ、後に、金樹の者に、武変の者になろうとするなら、玄味の、横田備中のようになれと言い伝えたと言われる。ありがとうございます。